あれはたこ焼きっぽい食べ物。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、くるぶしです。チョーラです。イエーイ。オッケー。いつもとちょっと立ち位置が逆ですけど。ほんまや。新鮮。ちょもちゃんやっぱ大阪出身ということで、うん、たこ焼きとかは東京でもこだわるんですか、やっぱり。まあ美味しいに越したことはないよね。お、銀だこさんとかも。あ、銀だこはたこ焼きじゃない。あれはたこ焼きじゃない。食い気味に、うん、違う違う。別に美味しいとは思うで。でもあれをたこ焼きっつって持ってこられてもはってなる。ああ、やっぱそうなんですね。うん、はってなる。怖い怖い。実はですね、東京にたこ焼きのちょっと変わったお店がありまして、はあ、唱えるだけで味が変わると。ちょっとよくわかりませんけど。作ってるおっちゃんがですね、念じると味が変わると、うん、病院紹介しましょうか。このお店テレビでよう紹介されてるとこなんですよ。ああ、そう。僕も過去一度だけ行ったことがありまして、変わった感じがするんすよね、やっぱり。僕結構そんなあんま信じたりないんすけど。俺ほんま信じてへんで、お化け、 UFO、 超能力。ああ。一切信じて。今回は、信じてないチョモがね、味が変わるたこ焼きを食べて、どうなるのかという検証ですね。うん。はい。まあ、うまいかうまくないかだけじゃないかな、感想は。プラスアルファ今日は。味変わる。変わるのか変わんねえのか。それでは、レディーゴー。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 さあ、集合ですね。はい。そのお店の名前は何ていうの？パワーブレンド田中さんという喫茶店や。本当だね。絶対たこ焼き屋の名前じゃない。じゃないね。パワーブレンド。ちょっと中二病臭のする。すごいネーミングセンスやばいな。やばいよね。出ました。ここですね。ありがとうございます。おさん、ここで食べてって大丈夫ですか？これ味変わるのってどうやるんですか？チャレンジ3でしょ。チャレンジ3。まず冷まさないけどな。冷ます。じゃあちょっと冷まそう。おさん、これ取っていいんですか？こっち取らないよ。お父さんも取らない。こっち皿に取って、こうやってよく冷ましてくれる。はい。撮影許可取ったの初めです。集合所でパワーブレンドさん来ましたが、壁にこんな感じでいっぱい味の変え方みたいなやつが載ってましてですね、俺はこれからやるのがこのチャレンジ3。はい、合図で変わる。すごいよね。一回合図で元の味、2回味であっさり、3回味でこってり、こってり、4回味でクリーム、5回味で濃い味、6回味で薄味、7回味で自分の味、自分の気波動を入力した味。19、メニューの中から言葉の番号って1回味、上級はメニューに関係ない、試したものを言葉が、ね、で伝えた味、合図はオリジナル。1個のたこ焼きで何でも変えることができる。これ今からさらにね、熱いとあんまりわからんらしいので、さらに揚げてちょっと冷ましてからチャレンジ終了です。お父さん、これどんぐらい冷やしたらいいですか？もうちょっと人肌ぐらい。人肌ぐらい。まだちょっとぬくいか。ぬくいね。これもほんまにあれやね、芸能人のテレビとかいっぱい。ああ、有吉正直さんと思って言ってんじゃない。じゃあいただきます。まず普通に食べましょうか。普通に。いただきます。あ、うまっ。おいしい。もう、うまっ。帰ろうか。うまっ。もう2つ食っちゃった。うまっ。ちょっと冷めたからいけるのかな。うん。初級のやつお願いしてもいいですか？半分ぐらいしようか。1個の半分。だいぶ冷めてます。もうぬるい感じ。
え、変わってるよね、やっぱり。すげえ。分かれば自分でできるから、チャレンジ3の初期を見てくれる。アイズの回数アイズはどうやったらいいですか。さらにアイズして2回アイズとか3回。え、自分で、自分でペンペンペンってやる。何回でもかかるか。よく3回のこってり黒丸4回当たっちゃったフリーみたいな。へえ、濃いわ。そんな気がする。今ちょこちょこ見て、これ、4、2、4、2、6、5ってやってる今。ああ、なるほど。で、一回でも元味。ごちそうさまでした。自分の味から元味に戻しますよ。こう、はい、7回。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、パワーブレンドを田中さんに行ってまいりましたけれども、うん、どうでした？何も変わらん。僕らの前立腺もっともっと。いや、俺はね、ちょっと変わってますよ。ちょもちゃんはもう全くずっと美味しい。あ、ずっと美味しい、普通のたこ焼き。本当に普通に美味しい。うん、あの焼きたてならもっと美味しかったかもしれないね。でもやっぱなんかその、熱々じゃない、熱々じゃ試されへんっていうのがちょっとネックかな。熱々の方が絶対美味しいやろに。まあそうだよね。もったいないな。え、でも俺さ、うん、熱いたこ焼き食えない。いいね、今の終わり方。